変身宇宙 俺は、ね、オンンチャンネルです何かっていうと今日からガンバライジングの診断が始まったんだけど、いつものコレクションアイテムが限定のやつがね、当たるキャンペーンが同時に開始されて、あの100円入れるとね、宝箱が1個もらえて画面上にマックス9個まで同時に開けることができて、その中に大当たりがあればその場で限定プログラスキーが今回もらえるんだけど、それがフォーゼのやつなんですよ。レジェンドのめっちゃ欲しいんだけど、 一万二千円使った結果当たりゼロでした宇宙来ないいや宇宙来なかったなもうでもこれは欲しいから後でラジカンでも行ってくる。ってことで一万二千円使っても当たらなかったっていうのだけまず ご報告いたします。もうそれ以上やっても当たる気がしなかったのでやめた。そして、多分ね、12000円くらい使ったので120枚くらいのカードがあるので、もうババッと見ましょう。じゃあまさに排出順になってますから、ババッと確認しましょう。ジオ o の SR だ。で、ブラック RX、x さ。 お、これはバルキリーですね。SR 以上は後でちゃんと見ます。ゾルダー、バルカン、ネクロも、おお、ゴーストゲーマーなんてあるんだ、今回。01、ライジング、ホッパー、残月、シン、シン。で、えー、スナイプ。すごい量あるな。レーザー、レベル1、ガイム、オレンジ、バイティング、シャーク、リュウガー、 X, ディエンド、d o r a オレンジとバナナじゃん超レアフォームの。てか全然、あれこれだけ、これだけ全然出ないぞ。おーそうそう、今回のキャンペーンさ、こんなエグゼイドっぽい箱押しになってるんですよね、メカニカルな。これむっちゃいいっすよね。これがいろんなライダーがいるそうですね、クロムー。 スペクター、バルカン、うん、ウォズ・ギンガー。えー、おーこれレジェンドレアじゃないおーやあー、よかったよかったまず、割と序盤2 3 2 3000円くらいかな。バルカンのアサルト・ウルフのレジェンドレア出ました。よしよしよし。 レジェンドレア二三枚は欲しいところ。はい、シャイニングホッパー。そして、お一型とかね、早くもいるわけね。一型のさ、キャンペーンが、むっちゃかっこよかった。ブレイキングマンモス、これは SR ですね。レザー、キリアスさん、グランドジュオー、ジン、ジンのラストバトル、おおキャンペーンだジンのラストバトル、ほんとかっこよかった。シャインシステムさえなければ、この基本フォームで、シャイニングアサるとね、相当 ししてましたよね演算能力追いついてたもんなおサウザーとか早速来てますね1000%さんはいギャレンうんアサルトシャイニングリュウガエックスエックスあれでも少なくないこれやけシャイニングアサルトアール X、クルーミーパンチンコングももう出番がねなくなっていく感じですねしょうがないですねはいバナナアームズラッシングチーターオーシューティングウルフの次がキャンペーンだ01フライングファルコンスーツみたいな実写感あるけど CG なんだねすごいキャンペーンやっぱ今回 かっこいいな。あら、ダブルな。ライトニングホープ、ライトニングホッパーじゃない。ライトニングホーネット。ディケイド、ナックル、サウザー、タイプスピード、フレーミングタイガー、スペクター、ディケイド、ディエンド、あ、特に高レアじゃないか。ダブルアクションゲーマー。 で、リューキドライブタイプ、テクニックじゃなくて、もう次、えっと、アサルト、ウルフ。あ、キャンペーンの色が見える。ダブルアクション、うん、フリージングベア、バナーナ、おおキャンペーンいい感じにねばらけるな、フリージングベア。こういうフォームチェンジ系があるわけね。はい、リバイブ、そして、 で、おすごいゴーストエグゼイド魂だって。シャイニングアサルト、ガイム、クエストゲーマー、ブレイブ、リューティーゼロワン、シャイニングホッパー、ラッシングチータバルキリー、ーアマツガイに足毛にされてた時はさすがにちょっとね、おいって思った。<laughs> フードの男も出てきて、あれは誰なんだあれは誰なのかなパッと見ジンっぽいけど、ジン完全に爆発したしね。 てか、鳥ちゃん、何気に、あの、争奪戦、起こってるよね、鳥ちゃんの能力。そして、お、ゾンビ、落ちた。ゾンビが、これが、SR。で、ギャレン、パナさん、ゴーストゲーマー、エグゼイト魂、ゾルダグランドジオー。え、ちょっとレジェンドレア、レジェンドレア、ちょっとレジェンドレア、1枚で終わりかな もうちょい出てほしいんだけど。グランドジ、おーおーおおおおおーマジオお大ジお王大魔事王の LR は熱いなんかでもさ、レジェンドレアっぽくない。なんだろう。うちょっとさ、SR かと思ったら普通に。うわ、これは熱いしかも、しかも時はそう5番。うわ岩い岩江と言っているの。やば、最終回バージョンじゃん。終焉の時だ。ライダーキックしてるもんね。うーわ これは価値が高い <laughs> 個人的な価値が高い熱いあ、でもちゃんと白押しとかしてあって、レア感あるか。うーわ、大まじを。よかったこんなすごいやつがこれは、これはいいでももうちょっと、もうちょっとなんかご料理の白押しで豪華にしてほしいかもあるけど、まあレジェンドレアだからこんな感じか。やった やっと、で、アサルトウルフのキャンペーン。絵柄的にやっぱキャンペーンかっこいいな。うーわ、大間仕様、総合版の、総合版の最終回大間仕様がマジかっこいい。はい、バルカン。これでもあと何でもいい。はい、レーザー、ロッキング、ホッパー、メテオストーム。ジンかぶったキャンペーンですね。RX。 6、the end, 0, 1, フレーミングタイに、w ォズ・ s ン i n g e r knuckle, バルキリー。1型、一お一 !1 型の子おお !LR じゃんなんか今回光り方がなんかちょっと SR っぽいんだよな。うわ、でも、やったお父さん映画だとさ、すごいかっこよくて、この首の部分が、 あの、動いてるとき発光するのよ。発酵した残像が残って、それがマフラーに見えるっていうエフェクトよく考えられてるなと思って。結構エッジがかかってて、すごい良かった。1型も多分いつかはアーツ出るのかなでもゴリゴリのしん、がっつりスーツとしては新規か。でもいつか出ると信じて。 あとはもうだいたいダブリかなーこれで終わりかなー戦いで、残月新ダブルアクション。で、メテオストームゾルだ。終わりだ。じゃあ、氷ア系の排出カード確認しましょう。終わってみれば氷ア系かなり出てますから、排出としては全然悪くなかった感じだし、12000円使ってレジェンドレア3枚だったら相当幸運来てる感じですよね。え、間違ってないよね。 LR だもんな。そうだね。でも今回パラレルあるんだっけえー、そしてまずはアサルト・ウルフで、ちょっとさ、これ SR とさ、見ると、ほら、なんか発光の感じ、今回、似てないパッと見、あれ ?SR かなと思ったら、絵柄はちゃんとさ、レジェンドレアっぽい、お金のかかってる CG 絵になってるんですよね。うーわー。で、裏側が、攻撃状態、オーソライズバスターでの、 攻撃状態っすね。そして、大魔事これも、すぐ使いたい。すぐ使いたい。2019年、時は総合版ですね。大人総合じゃなくって、子供総合が変身した姿でございます。大魔事王必殺撃最終回で使ってたやつね。いや、強かった。ほんとね、めちゃ強かったっすよね。 で、1型の、カメラで1型、ロッキングホッパー。ちゃんと正式名が書いてありますね、お父さん。お父さんさ、登場時間も割と長くって、しっかり活躍してたし、変身ポーズがさ、なんかこう、1号っぽさもありつつ、ちょっと、アルトの変身ポーズを逆回転させてるみたいな、結構、 変身ポーズで、それがむっちゃかっこいいですね。変身ポーズって割とその本人に委ねられてるところがあるので、こういう理由でしましたっていうのが、やっぱ見え隠れするのが、すごい、特にロッキングホッパー1型は良かったね。で、GO の SR で、SR が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9枚キャンペーンが1、2、3、4、5、6枚いつもだいたい SR5 枚ぐらいだから、 そもと倍でちょうどいい感じだ。あ、待って、これ、ジオーじゃない。ディケイドジオーだ。今気づいた、ほら。ここに、ベルトマゼンタのやつ入ってるし。で、これがもう一枚出て、さらにライトニングホーネット。そろそろパワーアップが欲しいところだけど、見た目的にはかなりパワーアップ感ありますよね、すでに。 で、これがもう一枚。で、01のブレイキングマンモス。アサルトが出た今。登場回数がちょっと限られてくるのかなでで、滅びスティングスコーピオン。うん。はい、裏側、スティングディストピア。で、ゲームのゾンビゲーマーレベル X の方。で、キリアさんのガシャコンスパローを持って、 おりますドレミファクリティカルフィニッシュ使ってるガシャットが違う感じで、メテオストーム。はい、表側とバースト名メテオストームパーニッシャー。で、キャンペーンが、これがジンが被ったぐらいで、あとはいい感じにばらけましたね。で、ここのさ、白押しとかが全部すごいおしゃれなんだけど、 ここにライダーズクレストというか、プログライズーマークか、がそれぞれ印字されてますね。反対側になってるのは敵側が反対側ってことかな。向かって左側で、味方側が向かって右側って感じか。うわ、これすごいかっこいいな。バルカンアサルト、ウルフ、プログライズインパクトで、裏側、バースト面は必殺攻撃状態ですね。エイムズショットライザーでの。 で、フリージング、ベア、構図が全部同じなんですよね、基本的に。キャンペーン、こういうさ、段ごとに統一されてるのがすごい,いで、バースト面は、チェイン、インパークと、鳥ちゃん帰ってきて、早速、使用されて、すごい良かった。テクノロジー取られちゃったけど。でもあれ、完全吸い取られる場合じゃなくて、一時的に吸って、すぐ放出するみたいな、そういう風な、 技に見えました、ね、そうかサウザーの高レアが今回出なかったなハイ、はい、フライングファルコンこれもアローでの氷状態でバルカンシューティングウルフでノーマルとレア大量にあるからもうこれは一色単に見ていきましょうなクルクルミバースト面はいこうですねブラック RX おかっこいいなバースト面 さらに、シャイニング、アサルト、ホッパー。これは、ガンバライジングカードでもネオンカラーが映えるな。で、エクス、ライドルの天割り。で、龍が、ハイパーストメン、こうで、ギャレンですね。内状態からのバーニング、ディバイト。 はい、サウザーで、サウザーのこれアけ欲しかったな。1000%さん吹き替えうまいし、めっちゃいい声だし、ガンバライジング倍しますよね。グランドジオー、最強ディレード、持ち状態かな。はい、レーザーのレベル1からのレベル3、チャンバラバイクゲーマー。1型、これはノーマルだけど、ノーマルでもパパ、かっこいい。 シャイニングホッパーか。シャイニングホッパーからのシャイニングアサルトホッパーで、ウォズギンガーからの太陽とかではないね。で、シューティングウルフ。をアサルトウルフに変わるんだ。はい、スペクターからのパワーアップはなしですね。なんかエフェクトかっこいいんだけど。で、ネクロム、アラン様。 これも特に三蔵とかなくて。これ外務いいっすね。オレンジからのバナナアームズ。ちょうどこの頃の放送で、この時期の放送で登場した覚えがある。はい、ディエンド。そしてディエンドそのままで。これはネオ版じゃないね。黒いね。X みた、リュウが見た。フリージングベアはアタッシュカリバー持ち状態だ。で、そのままバイティングシャークもアタッシュカリバー持ってると。 はい、見た見た。あと、シューティングゲーマーレベル2からのコンバートシューティング。これとかさ、レベルアップライダーシリーズ楽しかったなーアーツの盛り上がりはすごいけどさ、ボーイズトインアクションフィギュアやっぱどうしても、まあ、r t f とかもすごいいいんだけど、いわゆるレベルアップライダーシリーズみたいに遊べるやつって、やっぱ少なくなっちゃったよなライジングホッパー0は、なんかこれかっこいいね。ジャンプ状態で、ショットガン打ち、 でシャイニングアサルトに変わるとこれどうなるゴーストゲーマーからのあそのままかオメガクリティカルコンボでネクロム見たシューティングルーフ見たゾルダーですねはいエンド・オーブ・ワールドと書いてありますけどあカードかざし状態かでイクサバーストモード RX は見たねパパも見た見た 見たはい、パンチングカングそのまんまでアサルトウルフノーマルもありますバルカンキャノンバースターでゲイツは湿布からのあ号列じゃないそのまま湿布だでもバース面かっこいいなでブレイブクエストゲーマーからビートクエストゲーマークリスマス思い出すなはい見た見た見た で、えー、waz, ウ,ウィザードフレームスタイルからの、ランド、バ,バロン、バナナ、そして、お、レモンエナジーに変わるわけだ。で、バルカン、ゴースト、エグゼイド魂。これいいよね、このフード状態。で、えー、あとはもう大体出たやつかな。これ、 表面がバースト面みたいな暗さ。ゼロワンフレーミングタイガー、あーフライングファルコン。そして、バルキリ、ラッシングチーターはそのまま。リュウキからサバイブじゃなくてドラゴンライダーキックだ。そして、あとは大体いいダブリかな。もう、お。ダブルアクションゲーマー、 ドライブタイプスピードからのタイプテクニック。パワーグレートグラビティ。ディーエンド、さっき見たね。ディケイドは、これも白ベルト版だな。スペクターも見た、見た。あー、あとはもう、ダブリかな。全部、見たやつですね。 以上でございます。ということで、宇宙来なかったーで、フォーゼのプログラムーを当てることはできませんでしたが、でもなんかあサンプル数を見るとエクストラ弾っぽいね。ただ、オーマジオーの総合版も手に入ったことだし、今段のリベンジャーもないかな。以上、ガンバライジングバーストライズ第3弾の排出チェッかどうかでした。